嬉しい嬉しい、アリちゃん嬉しいよ。On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?皆さんこんにちは、モード A のノリです。ベイビー A のアリアです。はい、今日は皆さんに嬉しい報告があります。今日は午前中に病院に行って検診があったんですけれども、なんと在宅酸素の使用に変化がありました。うちは早産で4ヶ月早く生まれました。妊娠22週5日の時期ですね、出産しました。 572g、 4ヶ月早い早産でした。2019年の7月4日に出産をして、2020年の1月31日に退院しました。生後7ヶ月の時期で、修正月齢3ヶ月でしたね。でその後検診に何回か行ったんですけれども、3月12日今日じゃなくて1個前の時に、在宅酸素がもともと退院した時は 0.5、 0.5 だったんですけれども、3月に 0.25 に変えていいよというふうに言われました。生後8ヶ月、修正月齢が4ヶ月の時ですね。そして今日、生後9ヶ月、修正月齢が5ヶ月になったところなんですけれども、なんと今日から日中のみなんですけれども、酸素を外す時間を作っていいよということでした。嬉しい嬉しい、アリちゃん嬉しいよ。なんかアリちゃんちょっと力んでるかもしれない。嬉しい、本当に嬉しいです。もうね、今ちょっと早速外してるんですけど、やっぱり酸素つけてると思うようにねいかないんです。最近ね、アリちゃんも結構ズリバイとかハイハイもどきをするようになったので、まあ、鼻もつけてて、鼻にこう酸素つけてて、足にサチュレーションつけてたりとかすると、もうコードとかチューブとかガラガラに、ガラガラじゃない、もう絡まっちゃうんですよね。はい、あとはやっぱりその私が家事をする時とかに、アリちゃんをこう抱っこ紐で抱っこしてても、酸素つながってるので、こうチューブがね、在宅酸素の機械のところにつながってるから、思うように動けないんですよね。まあ、コードを伸ばしたりとかもしなきゃいけないし、まあ、もちろん火の元は2メートル以内に近づいちゃいけないんですよ。ガス爆発したらここが燃えちゃうらしいんですね、バンってっていうのがあったりするので、結構制限があって、まあ、隣の部屋にちょっと行きたい時なんかも、まあ、すごい紐を引っ張ったりしなきゃいけないのか、アリちゃんもちょっと一回下ろすとかしなきゃいけないのかとかですね、まあ悩みは尽きないものでですね、もしこれが取れたら、まあどんだけ身軽なんだろうっていう、本当に憧れの生活にちょっと一歩近づいたわけです。はい、って言ってもね、まだやっぱりその肺の弱さはねありますから、少しずつということで、1日に例えば今日の場合だったら1、2時間ちょっと外す時間を作って、でその後にまたね30分とか1時間とかつけてみて、で最初こう今ねサチュレーションもこうやって外してるんですけれども、ずっとねつけてるっていうのも大変なので、一番最初に酸素を外した時にサチュレーションつけてて、数値落ちてないかなっていうのを見て、でそれで足の方にちょっと外す、でもちろん顔色こうやって、ね、見える状態の時のみにしてるんですけど、で最後にまた、サチュレーションつけて、数値変わってないかな、酸素大丈夫かなっていうのを見て、でそしてまたいつものように在宅酸素をここにつけるっていう形ですね。少しずつ少しずつその酸素を外してる時間を増やしていくっていう形で始めることになりました。はい、でね、やっぱり夜中は寝てるときはつけるようにと言われてます。でだんだんこれも少しずつ日中の時間が増えてったら、夜も外しましょうってなるのかな、なるといいな。夜中も最近ね寝相がひどくって、チューブぐるぐる巻きになってるんですよ、体に巻きついてるんですよね。それが結構私逆に心配で、首がね、そのチューブが寝相でぐるぐるして閉まっちゃったりしないかとかですね、結構たまに首に絡まってる時もあったりして、やっぱり私たちも親もね夜中寝るので、それも心配なので、早くね取れるといいなっていうのは願うばかりなんですが、まずは第一歩ね、日中少しでもね酸素外せる時間ができるっていうのは本当に嬉しいなと思います。はい、というわけでですね、今日は在宅酸素使用時間が少し変化したよというご報告でした。アリちゃんよかったね、嬉しいね。やっぱりね、アリアもここにねこうテープ貼りながら酸素ここにつけてるっていうのは結構煩わしいんじゃないかなとは思うので、いつもよく頑張ってくれてると思います。まあそろそろねまたつけようと思うんですけれども、はい、
なんかちょっと香ばしい匂いがしてまいりましたので、私のところに座ってる間にいい感じで力めたんじゃないでしょうかね。最初はね、肝臓がなかったらね、うんちできなかったんだけどね、今は1日1回ないし2回できるようになりました。成長がね、大きくなってるね。肺も少しずつ強くなってるかな、ね、これも応援してくださる皆さんのおかげでございます。はい、ありがとうございます。アリちゃん、ありがとうございます、ね、はい、というわけでですね、今日は報告の動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。随時ですね、いろいろ嬉しい報告は皆さんにしていきたいなと思いますので、またぜひ動画の方チェックしてみてください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。今目指せ3000人です。3000人行くとね、また新たなことができるので、それもまた皆さんに報告したいと思います。インスタグラムやツイッターもやってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。 アリちゃん、バイバイ。アリちゃんがバイバイっていう日はいつかな、もうすぐかな。